本日の動画はカツオが新球種を携え STBC メンバーと対決します。最後までご覧ください。プレイボール STBC イエーイチェックアラー超イエーイ。今日はもうすごいです。はい、今日はね長い時間練習ということで、はい、先ほどウダとはい、カツオと、はい、新球種に挑んでたんですけど、まあ、なんかやってましたね、外野から見てましたけど、とある変化球を覚えたということで、はい、やべっす。そう、俺打席に立ったんだけど、本当にやべえなやばい、やばいやばいです。カツオに何が足りなかったかってことを考えてくれれば、まあ、大体予想はつく、ね、ああ、もう予想つきました、うん、予想がついたところでっていうまあまあまあ、打てないかな。いやいや、さすがに分かってたら打てるでしょ。いやいやいや、多分打てない。ということで、はい、今回は新球種覚えたほぼエースのね、はい、カツオ VS STBC の、はい、選手ということで、バッターは、リボン、はい、大輝、ジュニア、カイチ、カイチ、カイチ、ベニー、はい、ユダ、はい、UDA、僕が審査します、ヒットとかも、はいはいはい、なんと今回ですね、僕が遠隔でサイン出します。僕のリード対、STBC だったね。うわー、楽しみガチガチ勝負で、いやもうバチバチにやっていきますね。やろうね、やっていくぞ。カウントは 1-1 から始まります。 2-1 となり、ここでカツオの新球種、この変化量で空振り三振。このまっすぐとの球速差、そしてこの変化量、すさまじい新球種です。続くバッター大輝、初球は外れてボール。2球目、ここは抜いたまっすぐ、タイミングが合わずショートゴロに抑えられます。続くリボンの2打席目、初球、ここはまっすぐでストライク。2球目、ここはとても落差が素晴らしいフォークを投げてきました。2-2となり3球目、ここは高めのボールを打たされてしまい、サードゴロで打ち取られます。サードゴロ。大輝の2打席目、初球、ここでも新球種を投げてきましたが、落差が半端ない。カウントは 2-1 となり2球目、ここは高めのまっすぐを振らされてしまい、空振り三振となってしまいます。もう俺高め絶対打たないと思ったのに。リボンの3打席目、初球、ここは変化球でファール。2球目、ここは振りに行くもセカンドゴロで打ち取られてしまいます。大輝の3打席目、初球、横から見ても分かる通りかなり落ちています。エグ落ちたよく止まったわ俺。ワンツーとなり2球目、ここは高め打ち、ファール。ツーツー追い込まれて3球目、2打席連続三振。リボン、大輝ともに正義の巧みなリードに手も足も出ませんでした。さすがキャッチャー出身。完璧、打て打て、あれは打て。続くバッターは愛知、初球は変化球でストライク。続く2球目、ここはフォークを投げてきますが打ち取られてしまいショートゴロ。続くバッタージュニア、初球、ここはまっすぐを捉えて大きな打球はセンター方向へ、センターオーバーのナイスバッティングです。力強いカツオのまっすぐに振り負けず、しっかり飛ばしています。愛知の2打席目、初球、ここは外れてボール。2球目、ここはフォークボールを打たされてしまいピッチャーゴロ。先ほどヒットのジュニア、2打席目、ここは変化球、打ちますがフライとなってしまいます。ファーストフライ。愛知の3打席目、初球、ここはインコースをまっすぐ振り抜きレフト前ヒットとなります。
愛知もカツオの力強いストレートをしっかり振り抜きレフト前へ運んでいます。続くジュニア、初球外れてボール。2球目、ここは変化球打たされてしまい、サードゴロ。キレのあるスライダーをしっかりコーナーに投げ分けています。続くバッターはガンちゃん、初球まっすぐ打ち抜きますが、フライとなってしまいます。ああ、風が当たってセンターフライだね。続くバッター、ベニー、初球。ここはファール。2球目。ここで新球種をしっかりファールにしていきます。続く3球目。ここはフォークで空振り三振。完全に正義の配球にタイミングが合っていないベニー、正義恐るべし。続くガンちゃん、2打席目、初球。ここはスライダー打たされてしまい、ファーストゴロ。続くバッター、宇田、初球はファール。2球目、ここで新球種で空振り三振。元プロの宇田も正義のリードを大絶賛していました。素晴らしい。続くバッター、ガンちゃん、初球。ここはまっすぐ打たされてしまいます。サードゴロ。続くバッター、ベニー、初球。カツオのこのキレのあるスライダーは低めに決まったらなかなか打つことができません。ツーワンとなり、2球目、このえげつない変化量。2-2 となり、3球目、ここは新球種を打たされてしまいます。ないサードゴロ。続くバッター、鎌田、初球。まっすぐを打ちに行き、セカンドゴロ。セカンドゴロ、ワッシャーこれあるよ、ライトマン。鎌田の2打席目、初球。好打者川田でも正義の匠のリードの前にタイミングが合いません。ツーワンとなり、2球目、ここはボール。3球目、ここはスライダーを打たされてしまいます。ファーストゴロ。鎌田の3打席目の初球、ここはまっすぐファール。追い込まれて2球目。さすが鎌田、これはうまくセンター前へ運んでいきます。高めに浮いた新球種を見逃すことなく素直にセンター返しができています。さすが鎌田、ナイスバッティング。はい、ということで、はい、新球種は、はい、チェンジアップです。ああ、チェンジか、最初ね。まあまあ、いいね。そうかもと思った。で、それは練習したの。ああ、そう。だったらもう、極限まで指減らそうですね。うん、2本で。2本。そう。縫い目だけかけて、あとの3本はない。ポン。これはもう対戦相手にちょっと、情報をやっちゃうので、なんでこれを永続させたことか、ね、うん、それによる効果とかちょっと動画で話せないんですけど、そうだね、とにかく見てもらったら分かる通りやばいわけですよ。えぐかった、落ちは手応えど、うん、あ、やった、はい、あってやろな。疲れてんじゃん。疲れてんじゃん。え、でもマジあったっしょ、ほぼ打たれなかったもん。リアルにヒット打ったのが鎌田とジュニア。そう、あった、あった、はい、はい、で、1本ずつだから、うん、で、俺2回抜かれるまでまっすぐな軌道でしょ。全然抜かれる。